ターがですね、報じているんですけれども、ロシア軍、クルクス地方で、ウクライナ軍の機甲攻撃を撃退と発表ということで、何が起こったのということなんですが、この記事ね、概要はね、こう書いてあります。ロシアによると、ウクライナの歩兵と戦車がクルクスに侵入。ロシアは予備軍を派遣、空爆を開始し、侵入を撃退したと。クルクス州知事、戦闘で5人死亡と発表。原子力発電所は正常に稼働していると。これまあ海外のロイターの記事なんですけど、ざっくり翻訳するとね、6日ですね、昨日ですね、ウクライナがロシア南部のクルクス地方に機甲部隊による攻撃を開始したと発表したと。スミルノフ知事代理は、この戦闘で救急隊員2人を含む5人が死亡、少なくとも20人が死亡したと述べたと。ウクライナ側は公式にコメントを発表していないと。国境のウクライナ側から何らかの軍事行動のあった形跡があると。もし本当だとすると、この2年以上にわたる戦争でですね、ウクライナ側からロシア側に対する最大の侵攻になると。戦車に支援された数百人のウクライナ人戦闘員を撃退するため予備役が派遣されて、それで砲撃、航空攻撃、無人機による攻撃でウクライナ軍を撃退したと言ってるんですが、どうなのということですね。あと、ウクライナ参謀本部の方からの情報はですね、ロシアの国境沿いの村への攻撃を報告したが、ロシア国内でのウクライナの攻撃作戦については言及していないと。ロイターは双方の戦場での証言を確認できなかったということで、ちょっとね、まだ戦場の霧の中にあるような感じなんですよね。なんかまあ一応ロシア側はですね、ウクライナの破壊工作グループが大損害を受けるウクライナ側に撤退したというふうに言ってたんですが、このね、記事はですね、なぜか削除されてるということで、じゃあまだウクライナ軍の部隊いるの?みたいなね。こんな感じですね。SNS など、によるとね、ロイターの方ですよ。戦車に支援された300人のウクライナ人戦闘員が、クルクスの2つの地域、ニコライエボ、ダリイノとオレーシニャ、の国境を攻撃したとしていると。真相の方はちょっとよくわからないと。いろんな方がですね、いろんなこと言ってます。渡辺さんね、陸上自衛隊、元東部方面総監でね、元陸将の。渡辺、吉和さんによるとですね、9時間前ね、ロブリー氏のツイートをね、引用してですね、こういうふうに言ってます。ウクライナ軍の第22機械化旅団と第82航空強襲旅団が、ロシアのクルクス州に侵攻した。ロシア軍によるポクロフスク等の東部正面の攻撃に対し、ウクライナ軍が苦戦している状況において、ロシア領土内への攻撃を仕掛けるとはリスクのある作戦だと。作戦の目的は何か問われる。今後要注目の作戦だと。それから、追記でですね、8月7日午前1時現在の状況と。いうことで、クルクス地方スジャー地区では依然としてロシア側にとって困難な状況が続いている。ロシア軍による激しい攻撃にもかかわらず、ウクライナ軍は国境地帯になんとか穴を掘って持ちこたえていると。それでね、他のまあネット上のちょっと情報を見てみたんですけど、ワシントンアグリゲーターさんという方ね、この方が割と詳しい情報を出してまして、これもですね、渡辺さんの言った情報よりもだいぶ後ですね、今日の午後1時ぐらいの情報ですね。全部で7つのポイントがあるんですけれども、緊急アップロードということで、クルスク戦線最新情報ということで、まず1つ目、ロシア軍が追放されたと、放逐されたということですね。ロシアの情報筋によると、ロシア軍は一夜にしてスベルドリゴ村から追放されたと、ウクライナ軍によって追い出されたということです。それから包囲されたロシア兵、数えきれないほどのロシア兵がオレーシュニアでほぼ包囲され、逃走経路が遮断されていると。それからウクライナ側が航空優位を保っているって言うんですね。ウクライナはですね、国境近くの数ミ地域に大規模な防空体制を集中させており、ロシアの航空機を事実上この地域から締め出している。あるいはですね、効果を発揮できないほど低空飛行を強いていると。さらにですね、ウクライナ軍の前身としてですね、ウクライナ軍は 38K004 高速道路をスジャ・ゴンチャロフカの西端に向かって大きく前進したと。未確認の情報によると、この集落では戦闘が続いており、ロシア領内に約8キロ進行していると。これ10キロっていう実は噂もあるんですけどね。それからロシア軍の反撃の噂、弱気にロシア軍が反撃するという未確認の情報があるが、これらの報道はロシア軍の士気を維持するための取り組みと関係があるようだと。要は国内向けのプロパガンダの可能性もあると。スジャのですね、民間人は夜間に避難したと。さらにですね、チェチェン軍ね、最後のポイントで、チェチェン軍が駐屯地を放棄と。複数のロシア情報筋は、国境沿いに駐屯していたチェチェンアフマト特殊部隊がウクライナ軍の攻撃を受けた際、駐屯地を放棄したと主張していると。ライバーというね、ロシアの軍事ブロがいるんですけれども、これらを含むですね、ロシアの情報源がこの情報を確認しており、こちらの地図ですね、この地図のですね、こっち側、この詳しい方のやつね、この地図のように、ウクライナがロシアの領内の少なくとも2つの地域を支配下に置いていることが確認されていると。地図上示されているということ、わかります？ロシアの南部、ウクライナの北部ですね、国境をですね越えてですね、国境を明らかに越えてますね。この線が、ここが国境なんですけどね、これね、国境を越えて矢印が上に3本、4本ぐらい伸びてますけれども、線が国境のところですね。ロシア軍をグイッとこう、押し込んでいると。
というふうに伝える情報源もあるんですが、よくわからないと。現状どうなってるかよくわからないと。それからですね、もう一人ですね、ドクター・クレインさんという方ですかね。この方もこの手のオシント情報をやってる人ですけれども、8月6日、ロシア解放の初日かということでね、1日に10キロ以上の侵入、もしかしたらそれ以上かもしれないと。ロシア軍が1ヶ月かけて行うことをウクライナは1日でやる。それは偵察作戦ではないが、主たる作戦でもない。ロシア人は打撃がどこにあるか分かっていない。予備軍を派遣したっていうのは嘘らしいですね。予備軍はいないと言ってますね、この人ね。ロシア人自身もウクライナ軍は1日2日でクルスクを占領できると言っている。彼らを止めるものは何もないと。ロシアの各メディアは報道の嘘が侵攻を容易にしたと互いに非難していると。戦線の反対側からロシア軍の動きはエイタクムスドローン、長距離砲によって破壊される可能性がある。ウクライナ人の勇気は比類ない。ウクライナに入れ込まれという記事を出していると。それから、この地域のヘリコプターがですね、ウクライナのドローン攻撃で撃破されたと。しかも2機ですね。これもまた未確認情報なんですけど、まあ出ております。こんな感じですね。ただ、これに対して否定的な見方もいくつかあってですね、元ウクライナ軍のね、タタリガミさんという方ね、この方割と非常にこう慎重な見方をする人なんですが、この人曰くですね、ポクロフスク方面の状況は危機的であり、いくつかの地域では防衛が崩壊し、主に人員不足により、まだまだ安定していないと。クルクス州への、攻撃には、ほぼ1個旅団を転用することになると。戦略的センスにかけ、精神がちょっとおかしくなってるんじゃないかと。そういう域に達しているということで、めっちゃ批判をしています。これに対してですね、まあ、レスがついてるんですね。このレスに対してですね、これ大丈夫なのみたいな、こうレスについてですね、タタリガムさんこういうふうに、言ってます。より広い戦域を考慮する必要があると。ロシア軍は兵站基地の警備大隊、徴兵、領土防衛部隊、FSB 即応部隊、以前に計画された積み作戦の残存部隊など、予備軍をそこに駐留させていると。それらのどれも主要な戦略方向であるドネツク州に影響を与えることはない。ロシア軍がポクロフスクに迫る中、我々は現在、ニューヨークやトレツクなど重要地域で地盤を失っている。しかし我々はクルスク州にいくつかの二次後方部隊を派遣していることについて話しているのであり、それが重要な前線の状況に影響を与えるのだと。こんなとこ送ってる場合じゃねえみたいな話ですね。あとね、他の、レースもね、戦いみさん。言ってますね。彼らはそこに予備役を配置する予定であり、私は春から彼らを監視していると。ロシアがドネツク州から資源を再配備する必要があることは予想していないと。彼らはブリヤンスク州やベルゴロド州から追加の予備軍を持ち込むかもしれないが、これはドンバスに影響しないだろうと。ウクライナ側の陽動作戦じゃないかみたいな、まあ質問に対してですね、こういう感じで。これやっても意味ないんじゃないかと。結構厳しい見方をしてますね。あと、ロブリーさんもですね、渡辺さんが引用してるね、結構厳しい見方をしていて、これちょっと、うまくいかないんじゃないみたいなね。この作戦に関する初期のね、論評ということで、現在戦争で最も重要な要素はロシアの人的資源と戦力の優位性、特に歩兵の優位性であると。これがウクライナがドネツク州でロシアの進撃を阻止するのに苦戦している主な理由であると。ロシアのハルキウ攻勢によりウクライナの予備兵力がさらに圧迫され、これはウクライナの指揮官が圧力を受けている部隊を補強したり突破を阻止したりするための戦力が限られていることを意味すると。そんな余裕のない中こんなことやってる場合かということですね。さらにロブリーさんこう言ってます。ポクロフスク戦線とトレス戦線の状況は深刻だと。2022年以降戦争では前線の大きな変動は見られなかったが、過去3週間のロシア軍のポクロフスク戦線への進撃は2023年から24年にかけては比較的急速だったと。したがってこの作戦が他の部隊をどのように影響を与えるか、またこれらの部隊をドネツク州でより効果的に運用できたかどうかが疑問となると。さらにですね、これまで国境を越えた作戦と比較すると今回の作戦は GUR だけでなくウクライナの通常部隊も関与しているように見える点で注目に値すると。アメリカはロシアのハルキウ攻勢に関連するベルゴロド州への攻撃のみを承認したため、ウクライナは作戦支援にハイマースを使用することができない可能性が高いと。大丈夫なのかって感じですね。さらに続きます。結局去年の5月から6月、今年の3月に行われた2回の大規模な国境越えの作戦は優先軸での戦闘にほとんど影響を与えなかったと。2023年の作戦はロシアにとって不意打ちとなり比較的効果的な戦力節約作戦だったかもしれないが、2024年3月の作戦ははるかに成功しなかったと。それ以来ロシアはハルキウ攻勢を率いる北部軍集団を立ち上げ国境の部隊を強化してきた。そのためロシアはすでにこの地域でより強力な部隊、通常能力より優れた指揮戦闘能力を有しており、ウクライナでは使用されていない徴兵部隊を配置できると。今回の作戦でロシアがウクライナから相当数の部隊を撤退させる可能性は低いと。陽動にもならないんじゃないかということですね。さらにですね、ロシアはウクライナ軍の背後に無人機を配備して継続的にですね、偵察などを実施することで動的、標的、捕捉能力を向上させており、ランセットその他ですね、いろんなまあものが攻撃する時のね、一特点にそういった活動が利用されていると。国境を越えて移動するウクライナ軍の部隊を捉えたロシアの無人機映像はこの問題が未解決であることを示唆しており、装甲車両を大量に配備する上で危険となる可能性があると。なんかこれうまくいかなそうですね。限定的な作戦であれば限られた目標を達成できるかもしれない。
ないが、より野心的な作戦には大きなリスクが伴うと。今回の作戦が戦争の行方に重大な影響を及ぼす可能性は低く、これまで国境を越えた作戦はプーチン大統領にとって深刻な国内的政治問題を起こさなかったと。さらにですね、現時点では限られた情報しかなく、作戦の規模や範囲は不明だが、大規模な国境を越えた作戦は2023年よりも困難になっており、ロシアはドンバスで進撃を続けていると。なんかロブリーさんはこれうまくいかねえんじゃねえかというふうに見てますね。ウクライナ軍が手薄になっている状況では、攻撃作戦は防御作戦よりも多くの死傷者を出すリスクがあると。私を監修してくれてるですね、専門家曰くですね、成功確率はね、半分以下だと。かなり厳しいと言ってます。ただですね、これなんかアメリカのまあ情報に基づいてやってる可能性はゼロじゃないらしいんですよね。ロシア側もですね、ウクライナが進軍中だということを認めたと。完全に奇襲だったようだということなんですが、それでもですね、成功確率はまあ5割以下。仮にまあ成功して、だとしてもですね、どうなのかと。一応専門家曰くね、目的は撹乱か補給線の遮断かと。ただウクライナ軍の補給が続くかどうかっていうのは微妙ですよね。なんかちょっとそんな感じですかね。アメリカ政府というか、アメリカの情報を誰かがウクライナに教えたのかよくわかんないですけれども、専門家曰くですね、私なら絶対こんな作戦やりませんと。兵力を東にね、東の押し込まれたところにやっぱ回すのが常道だと。ただね、本当にあれです。ハルキウのね、反撃の時みたいに、本当にロシア軍がスカスカだと、爆地が当たる可能性はあるらしいです。そうなった場合はですね、北部のロシア軍が総崩れになるということなんですが、ロブリーさん曰くスカスカじゃない可能性が高いよと言ってるので、結構厳しいかもしれないですね。ちょっとまだ戦場の霧の中にありますので、どうなるかというところは、わからないんですけれども、今後のですね、追加情報に期待したいな、というふうに思っております。ウクライナ軍のですね、越境攻撃、クルックス州をね、中心としたですね、越境攻撃なんですが、まあ大手メディアもね、普通に報道しているということで、ほぼ事実と。まあロシア側はですね、来たけど撃退したって最初言ってたんですけど、その撃退したって記事が削除されたり、あれまだ残ってんのみたいな感じでね、まあ、ぐちゃぐちゃやってましたけど、まあほぼほぼコンファームできたかなということです。朝日新聞ですらですね、こんな風に報じてます。昨日の夜のニュースですね、ウクライナ軍がロシア領内に陣地、予想外の攻撃に対応できずということで、ウクライナ軍が6日からロシア南西部クルクス州で越境攻撃を続けている。ロシア側は敵を殲滅していると主張するが、ロシアの軍事ブロガーはウクライナ軍が制圧した集落に陣地を築いていると伝え、これまでで最大規模の越境攻撃になる様相だ。今後の国際情勢を睨み、ロシアを和平協議につかせる圧力とする狙いの可能性があると、いうことですね。でこれね、侵攻の規模なんですけれども、なんかね、2万人ぐらい行ってるらしいんですよね。7個旅団、まあ、場合によっては10個旅団ぐらい行ったんじゃねえかと。かなりの規模です。それから工兵部隊とかも連れて行っているので、相当本格的な進行だったみたいですね。で、ここスカスカだって情報、誰が渡したんでしょうね。よくわからないんですけれども。でね、日経新聞にもこんな記事出てます。ウクライナ軍、最大規模の越境攻撃、ガス輸送拠点、制圧かということで。まあ、制圧かって言ってるんですけど、制圧したようです。もうこれほぼ間違いない情報で、制圧したようです。で、日経の記事こう書いてありますね。ウクライナ軍が国境を接するロシア西部、クルクス州への本格的な越境攻撃に着手した。ロシアのゲラシモフ参謀総長は7日、ウクライナ軍の兵士約1000人が、攻撃に参加し、ロシア軍が前進を阻んでいると報告したと。これ嘘です。2万人ぐらい行ってるらしいですからね。さっき言った通りね。2万人ぐらい行ってるらしいです。それから兵器もですね、アメリカ製兵器とか、ドイツ製の兵器を相当使ってるみたいで、ストライカーっていう装甲車がね、出てると、いうふうに言われてます。ロシア側のね、まあ情報でもですね、まあそういったの出てますよね。かなり、その武器もですね、西側の武器をもう満載した感じで言ってるということです。で、越境攻撃は2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以来、最大規模と見られると。いうことです。でね、プーチンもですね、やっぱり閣僚を招集しましたね。安全保障会議やると言ってましたけど、招集したというふうに日経伝えてます。ウクライナが大規模な挑発に乗り出し、市民を無差別に攻撃しているってまたね、出ました。出ましたね。市民を無差別に言ってのはロシア軍ですよ。スジャの町ね、まだ避難完了してないのにロシア軍が砲撃始めてるそうですから、またプーチン嘘言ってんですけど、ひどいね、こいつね。で、ロシアのメディアによると、ロシア側市民5人が死亡し、31人が負傷と。いうことですが、クルクス市はですね、7日から非常事態宣言が、出てですね、知事代行は住民数千人がすでに避難したと。いや、これ避難実は終わってないんですけどね、避難したと言っているということです。それから ISW の情報としてですね、ウクライナ軍は6日の朝から開始した越境攻撃により最大で 10km 前進ということなんですが、最新情報ではですね、 50km 入ったんじゃねえかと。最新情報では50キロというふうに言われてますけどね。クルクス州内の400、45平方キロメートルの領土を掌握し、これももう古いですね、
昨日の時点でもう350平方キロメートルと言われてまして、今もうちょっと増えてんじゃないかということですね。ダリノなど11の集落を制圧と、これももう20の集落というふうにも今は言われてますので、それからさらに、広げているということですね。で、一方ロシア国防省は、同軍とですね FSB、ロシア連邦保安局の部隊がですねウクライナ軍の前進を止めたと言ってるんですが、これかなり眉唾なんですよね。それからあとガスプロムがですねスジャ経由の天然ガス輸出に支障は出ていないと、明らかにしたということなんですが、もうヨーロッパではですねガス価格が 5% 上昇していると、いうことです。で、ウクライナ側からはですねまだあんまり情報出てないんですけれども、ウクライナ国防省のブダノフ情報総局長はですね7日東部におけるロシアの本格的な攻撃は2ヶ月で終わるとし、ウクライナ軍はもっと効果が上がる前線の地点から反攻を続けていくとですね、非常に不適なメッセージを、出したと、いうことです。で、今回のですね、攻撃についてね、どのような意図があったのかということで、BBC がですね特集記事出してますね。ウクライナはなぜロシアに越境攻撃を仕掛けたのかと、そのものズバリの記事なんですけれども、戦争の専門家のですね、マショベッツ氏というね、人なんですけどね、この人の投稿を引用してですね、これは偶然で、偶発的なものではないと、明らかに一つの明確な計画の一部だと、いうふうに言ってると。で、同じくですね軍事アナリストのミハイロ・ジョコロフ氏も、この見方に同意すると。で、 BBC がですね、このジョコロフ氏に取材をしたところ、ロシアがウクライナの東部の前線から一部の部隊を再配置せざるを得なくなったというふうに語っていると、複数の公式報告、からはですねドネツク州に投下されたロシアの滑空爆弾の数がはるかに減ったということがわかると。つまり滑空爆弾を搭載した機体は今ロシア領内の別の場所にいるということだと。ウクライナがロシア、の領土を占拠しようとしている可能性は極めて低い。しかし今回ロシアへの侵入の目的がロシアの部隊を引き寄せることであったとすれば、侵入からそれほど時間が経ってないうちにそれが達成 されつつあるのは確かだと、いうことですね。部隊の転用という件に関して言うとですね、私を監修してくれてる専門家の情報ですけど、東部戦線からね、BBC は一部が引き抜かれて、このウクライナをね、奇襲の対応に回ったって話なんですけど、北部のですね、ハルキウの戦線からも部隊の一部がですね、もう転用されてると、いう情報が出ております。MSSN65 さんですね、スジャ戦線に向かうロシアの T62 戦車。識別記号からハルキウ戦線から転用されたことがわかると。それからあとウクライナの部隊がどれぐらい進行しているかっていうのはですね、速報でウオモニターさんというね、オシントアカウントが言ってるんですけど、ロシアの情報筋の話としてですね、ウクライナの特殊部隊がクルクス地方の奥深くまで作戦を展開しているというふうに言ってるんですね。これ実を言うとですね、こういう作戦ってロシアが一番得意にしているいわゆるスペツナズを使ったですね、作戦ってまさにこれなんですよ。お株奪われるような感じですね。ウクライナもね、旧ソ連軍にいましたからね。この辺のスペツナズみたいなのがやる、作戦っていうのはもうお手のもんなんですけれども、ロシアのそのね、特殊部隊の作戦、お株を奪うような形でですね、奥深くまで入っていると。主にですね、前線破壊工作部隊は、クルスクの前線に、到達しようとしている、ロシアの増援車列ですね、これをですね今、待ち伏せしているということなんで、ハルキウとかですね東部から、投入されてね、慌てて今駆けつけるロシアの部隊は今、ウクライナのですね待ち伏せ攻撃にさらされる可能性が非常に高いと。さらにですね川の防衛線が突破されてですね、ロシアがクルスクの防衛線としては使用できなくなったと、いうこともですねウオーモニターさんは伝えております。それからですね、朝日にも引用されていた ISW ね、こちらの記事ですけれども、8月7日ロシア領内での機械化された、攻勢作戦が続く中、ウクライナ軍がロシアのクルクス州に最大10キロ前進したことが確認されたということで、慎重ですね。ISW非常に慎重なんで、一応今ネットのですね最新情報では50キロっていうふうに言われてるんですけど、一応10キロというふうに言ってます。でね、ただこの50キロもね、拡散させるための不可視の可能性なんですよ。わざとガス流してる可能性もあって、ウクライナはね、全然公式には発表してないんで、10キロから50キロ、その間のどっかにいるんじゃねえかな、みたいな感じです。一応 ISW は非常に固い、コンファームしてますので、これによるとですね、8月6日7日に公開されたジオロケーション映像によると、ウクライナ軍の装甲車は国際国境から10キロ離れた、38K030 ルートの位置まで前進していると。で、私を監修してくれてる専門家によるとですね、この38号線、補給路なんですけど、どうもウクライナ軍取り付いた可能性が高いということで、今後ロシア軍の補給に大きな支障を来すのではないかと。いうことです。で、現在確認されているクルクス州におけるウクライナ軍の前進の範囲と位置は、ウクライナ軍が少なくとも2つのロシアの防衛線と拠点に侵入したことを示していると。私を監修してくれている専門家曰く大突破だと、
いうふうに言ってます。でロシアの、情報筋はですね、ウクライナ軍が8月6日に作戦を開始して以来、クルクス州内の45平方キロメートルの領土を占領したと、主張し、他の情報筋によるとウクライナ軍がニコライエボ、ダリノ、スベルドリコボ、それからユビモフカか内で活動していると。でウクライナ軍は 38K303 スジャコレノボ間の高速道路に沿って前進しようとしており、ロシアの有名な、軍事ブロガーはですね、8月7日18時までにウクライナ軍は高速道路に沿って北西と南東の、両方に、こう東西にですね、はい、東西に前進し、現在は、コレノボとスジャの郊外で戦闘を行っていると主張していると。まあ、スジャは占領されてるんじゃないかみたいなね、話もありますけどね。それからロシアのインサイダー情報とですね、他の複数のロシアの情報源は、ウクライナ軍がスジャの検問所とスジャのガス配給所、スジャの、南西、のですね、クルクス州、州境から500メートル、の時点で戦闘し、まあ、これを占領したというふうに伝えていると。それからラジオフリーヨーロッパロシアサービスによるとですね、スジャの検問所に大きな損傷があると、いうことですね。クルクス州におけるウクライナの攻撃活動に対するクレムリンの反応はこれまでのところ矛盾しており、ロシアの当局者はこの努力を顕著なウクライナのエスカレーションとして提示することと、その潜在的な意味を誇張しすぎて国内の不満を招くリスクを回避することのバランスを取ろうとしていると、いうことで、まあ要はそのプーチンの顔色見てね、おべっか使ってるんですよこれ。かなりやられちゃったってなるとプーチン様のね、お目玉食らっちゃうしね。でもやられてないってことだとさ、あの援軍派遣できないじゃん非常に厳しい状態になっていると、いうことです。でゲラシモフはね、相変わらず1000人来たとか言ってるんですけど、多分2万人ぐらい行ってるはずだと、いうふうに専門家は、監修しております。で、この件についてですね、ロシアの軍事ブロガーライバーですね、おそらくね、こんな風に言ってるらしいんですね。クルクス州でのウクライナ軍の攻勢の経済的目的に関する我々の結論ということで、西側諸国のジャーナリストは、ロシアからヨーロッパへのガス供給を阻止することは単なる手段に過ぎず、スジャのですね、ガスステーションの応酬はですね、この場合植民地軍として行動してるに過ぎない、このね、ウクライナ軍の望みではないことに言及しなかったと。その目的は欧州連合諸国から安価なエネルギーを遮断してアメリカへの依存を強化し、不満を持つ国々、特にハンガリーとスロバキアに圧力をかけることだと。すでに今日ヨーロッパのガス価格は 5% 上昇している。そして、これはまだ、スジャが爆破されてない、このねスジャの、ステーションが爆破されてない状態で、まあ、すでに起こっていると。したがってですね、EU 指導部にとって、全てが計画通りに進んでおり、まもなく政治的行動の結果が見られるだろうと。アメリカの陰謀かーみたいな感じですね。まあ、ロシアの、軍事ブロガーが言ってる。まあ、本当かどうかよくわかんないですけどね。まあ、こういった情報が出ていると、いうことです。で、現在ですね、ウクライナ軍はですね、3方面にこう展開してですね、まあ、一部はだいぶ奥まで浸透しているのではないかと言われております。まあ、実際のところはどうなのかよくわからないんですけどね。まあ、ただですね、元陸上自衛隊、陸将のね、渡辺義川さんはですね、まあ、こんな風に言ってます、ゼレンスキー曰く、ウクライナ軍は奇襲の仕方を心得ており、結果を出す方法を知っている。ウクライナ軍は数の上で勝る占領軍に立ち向かった。ウクライナの独立を守るために必要な方法で彼らを撃破したのだと、いう風に言ったとね。で、3日間の奇襲攻撃は成功したが、今後のロシア軍の攻撃にいかに対処するか、兵站はどうするかと課題は多い。どうするっていう風に言ってるので、まだちょっとね、ぬか喜びは早いのではないかと。ね、楽観は禁物だと。いうことですね。まあ、ただですね、ウクライナ軍はですね、今日ね、オシントテクニカルさんの情報なんですけど、今夜早くウクライナ軍はクルクス州の前線から30キロ後方でロシア軍の部隊を攻撃することに成功したと。オクチャブリエスコエの E38 号、高速道路を移動していたロシア軍の隊列は、ミサイル攻撃を受け、複数の車両を失ったと報じられているということです。で、これ、まあ、ジオロケーションデータとですね、映像も出ています。それからですね、ウクライナ、から27キロ離れたクルクス地方の、リルスクで大規模な、火災が発生していると。これファームズのデータで、確認できるらしいですね。で、伝えられるところによると、ロシア軍の部隊は夜間に破壊されたと。リルスクはウクライナにとって、ウクライナのスーミー地域との国境に向かうロシアの物流のほとんどを遮断するための重要な目標となるだろうと。そこはハイマースの射程圏内にあると。いうことで、夜襲をかけたりとかもどうもしているみたいですね。まあ、まだですね、相変わらずまあ戦場の霧の中でね、実際どうなのかわからないんですが、なんかね、ロシア側の情報なんですけれども、スジャにね、ウクライナ軍がもう要塞を建設していると、
いう情報も入っていてですね、ウクライナ軍結構ここに居座る気なんじゃないかと、未だにとはよくわからないんですが、まあ、そういった動きも出てると、いうことでですね、まあ、ウクライナ軍がどんな発表するかね、これ発表しないとですね、ロシアがプロパガンダバンバン流してね、それを西側のメディアがね、もう取材できないんでそれ拾って流すみたいね、市民がーみたいなまた始まってですね、まあ、親ロ派の皆さんがね、またギャーギャー言い出すので、まあ、ウクライナからもそろそろですね、この情報空間に何かが出てくるんじゃないかなということですので、まあ、その情報をちょっと待ちたいなと、いうふうに思っております。ウクライナのですね、クルスク侵攻作戦ね、なんで成功したのか、だんだんね、なんか後日談が出てきてね、判明したんですが、端的に言うとですね、アメリカとイギリスがやっぱり事前に情報提供していたのではないかということでね、これウォーモニターさんというね、私の専門家もフォローしている、私を監修してくれる専門家もフォローしているワシントンアカウントなんですけれども、この方もですね、周知の通りアメリカとイギリスはウクライナに対し攻撃前と攻撃中、クルスク地域に関する衛星画像と情報を提供したと。同様の報道はですね、実は NHK からも出てます。で、今日の朝5時のニュースですね、ウクライナ軍西側から情報提供を活用し越境攻撃というね、そのものズバリのヘッドラインがついてます。 NHK がですね、これウクライナ軍の叱るべきところに取材したところですね、無人機や衛星を使って偵察していたと述べてですね、西側から提供された衛星画像などを活用しロシア側の動きを把握した上で一気に進軍したことなど作戦の詳細について明らかにしたと。 NHK の取材に応じてですね、広報担当のですね、まあ方ですね、ウクライナ軍のこんな風に言ったと。越境攻撃について現地の司令部などで兵士や将校は作戦について知らず考えもしていなかったと述べ、作戦はごく少数の関係者だけで秘密裏に進められたとしていると。無人機や衛星を使ってクルスク州を徹底的に偵察していた西側のパートナーは衛星からの詳細な情報を提供してくれた、情報がなければ作戦はより難しかっただろうと。最後の瞬間に部隊となって突撃した、小さなグループで車も別々で移動した、全てが素早い行動だったというふうに述べたそうです。西側から提供されたですね、衛星画像などをですね活用してロシア側の動きを密かに把握した上で一気に進軍したということを明らかにしたそうです。それからですね、スーミ州にね部隊を配置したことについてですね、ロシアがスーミ州に別の戦線を開こうとしている恐れがあると恐れているふりをして我々は部隊を配置したと、敵は我々が発したそうした嘘の情報を信じたということで、情報戦でもねウクライナが上回ったということをですね NHK の取材に答えてます。これなかなか NHK お手柄ですね。ということで、前にもねなんかこういう報道ありましたけれども、エコノミストか、イギリスのエコノミストがねすっぱ抜きましたけど、ほぼそれを裏付ける内容のコメントが取れてるので、おそらくこれはウクライナ側がね西側の情報を元にですね綿密に計画して兵士も全然知らない中ね行われた作戦だったということのようです。この作戦のですね成果に関してですね、ドイツのワシントンアカウントのねテンダーさんがですね次のように書いてます。ロシア人がソーシャルメディアでウクライナ軍の新たな作戦が始まったとね1日おきに叫んでいると。ウクライナ軍がヘルソン攻めてきたとかね、ザポリージャ攻めてきたとかね、東部で突破してきたとか、いろいろなんか湧いてるんですよ、そういう偽情報がね、ロシアの SNS 空間で。彼らがどれほど神経質になってるかをこれは示していると。昨日はヘルソン、前日はブリャンスク、最近はトランスニストリアね、エンドニエストル共和国と言われてるね、モルドバとウクライナの間にあるなんかこうちょっと国家ならざる未承認国家なんですけどね、ここが攻撃されると再び話題に上ってきており、時々ベルゴロドやザポリージャが話題になっていると。その理由は彼らがロシア軍の重々しく非効率な性格を理解しているからだ。ウクライナ軍がクルスク地方の奥深くまで侵攻した時、ロシア軍は封じ込められた。ロシアが支配する地域にウクライナ軍の機械化部隊がさらに押し寄せれば最悪のシナリオとなるだろうと。さらにですね、しかしこれは軍事ブロガーだけではないと。政策当局者やその傀儡でさえも態度を変えたり、場合によってはプーチン大統領自身がかなり長い間完全に姿を消したりしていると。ルカシェンコがウクライナの独立記念日を祝ったのは心からの愛情の感情ではなく純粋に恐怖であることは確かだ。彼はベラルーシ軍がいかなる種類の戦争も遂行できないこと、そしてベラルーシ国民が彼を憎んでいることを知っている。ルカシェンコが2022年2月にロシアの侵攻を支持したことは遅かれ早かれ彼にとって波紋を呼ぶだろう。さらに奇妙だったのはイランのムンラーからの挨拶だ。彼らが儀礼としてこれをしたとは考えにくい。ルカシェンコと同様、イランもですねこの戦争がロシアにとって悪い方向に進んでいることに気づいており、プーチン大統領の明日がねあるのかどうか、明日ダメになるかもしれないということに備えていると。この展開だけでもクルスク作戦の成功を言い表していると。この作戦はロシアを動揺させ、当惑させ、数少ない同盟国と自軍の間に疑念を植え付けた
か、ロシア政府はソーシャルメディアチャンネルの情報戦士たちに、ロシア領土の占領は大したことないと説明するためのですね、命令を出すことを余儀なくされたが、これは全く効果がないと。当惑は大きすぎ、露呈した弱点は明らかだ。これはロシアにとって痛いトゲであり、彼らは歯ぎしりしながら認めざるを得ない。ロシア軍は無視できず、最終的には対処しなければならないが、そのためにはロシアは別の大規模な攻勢を仕掛ける必要があり、おそらく別の大規模な動員ラウンドを開始した時のみそれを実行することができるだろうと。そうすることで彼らはウクライナのゲームに参加しなければならないだろうが、これは間違いなくクルスク作戦を計画する際にウクライナ軍司令部が行った予測の一つである。言い換えればウクライナ人は準備ができているのだと。だいぶながら動揺が広がってると。さらにテンダーさん曰くですね、ロシアには時間がないと。備蓄には、限りがあるが、西側諸国はまだ潜在能力を全部発揮してないと。時間が経てばロシアにはむしろ不利だと。ウクライナがロシアの戦術的突破を阻止しながらこの戦争を長引かせ、さらにはロシア領内でロシアとの戦いを始めることができれば、ロシアの弱点がより早く勢いづき、プーチンの終焉が早く訪れることになるだろうとおっしゃっております。確かにそうですよね。この作戦実施してからだいぶロシアの情報空間に乱れが生じていて、プーチンはね、大したことないっていうふうに言うようにね、わざと外遊したりとかしてですね、アゼルバイジャン行ったりとかいろいろやってね、いろいろこのニュースを打ち消そうと必死なんですけれども、対応が一貫してないしね。ウクライナ軍にいいように、まあ今ね、クルスクではやられてるってのはこれは事実じゃないかなと思います。そんな中ですね、ロシアのロストフ州のね、プロレタルスクの石油貯蔵庫での火災なんですが、ついに8日目になったんですけれども、未だに燃えてます。煙はさらに増加しですね、多くの高速道路の視界を遮っているため、車は未舗装の獣道みたいなところを通っていると。これもテンダーさんからのレポートです。どうもこれね、燃料タンクがまあ火ついて周りにどんどん爆発して燃え広がってって、最後ね、枯れ草みたいな燃えをつってそのまま近くの住宅街焼いてるらしいんですよ。その調子で燃料タンク自体の火災もですね、未だ収まらずと。ロシア政局はね、聖水ぶっかけましたけれどもあれ逆になんかファイヤーの呪文だったんじゃないかみたいなね、いろんなことを言われてますけれども、全然これ火消えないという状況です。そのクルスクでもまあウクライナ軍大暴れということで、もう何もアンダーコントロールにないんですが、プーチンはね、至って平静を装ってね、なんとかこれ情報空間だけでもね、大したことないって話で収めようとしてるんですけど、そのナラティブがね、打ち破られる事実がどんどん出てくるので非常に苦しいと。そんな中ね、 ISW が次のようにツイッターでね、投稿してるんですけど、ロシア軍司令部はドネツク州ポクロフスクを奪還するために高優先度攻撃作戦から部隊を再配置するよう求める作戦上の圧に抵抗しており、クルスク州防衛のため戦域全体の他の場所での低優先度攻勢作戦から部隊を引き上げる可能性が高いと。これも前からも言ってますけどね、ポクロフスクの前線部隊もそのまま置いてですね、ヘルソンとかザポリージャとかね、もう関係ないとこからこう絞り出すように出してると。東部戦線も後ろの方のね、まだ戦闘に参加してない部隊をこう吸い上げてクルスクに送っているということなんですが、こういう涙ぐましい努力をしていると。 ISW のですね、レポートにもですね、書いてありまして、より詳しくね、ロシアの810海軍歩兵旅団、115海軍歩兵旅団、それから 56VDV 連隊、51VDV 連隊の司令官たちはプーチン大統領にウクライナと国境を接するクルスクでの戦闘任務についてブリーフィングを行ったと。その日のうちにプーチンはゲラシモフ参謀総長、ルゾスコイ参謀と会談し、クルスクへのウクライナの侵攻に対するロシアの対応について話し合ったと。 ISW はですね、今言った810、115海兵旅団、海軍旅団とですね、 11DVD 旅団の部隊がクルスクで戦闘しているのを目撃しており、ロシアが最近ですね、第 56VDV 連隊をザポリージャの西部ロボティネ地域からクルスクに再配置した証拠を確認していると。やっぱりその優先度の低いところから回しているというのは事実のようです。ロシアはですね、ハルキウ州北部の前線から810と115海軍歩兵旅団を再派遣し、より広いチャシブヤール地域から第 11DVD 旅団の部隊も再派遣したようだと。作戦地域のですね、優先度の低い攻撃活動からですね、兵力を引き離している可能性が高いと。陽動という意味でもですね、この作戦は今成功しつつあるということではないかと思います。さらにね、これ ISW のレポートね、例のパベル・デュロフ氏ね、テレグラムの創業者ね、 CEO ですけども、彼が逮捕されたことについてですね、軍事上も大きな影響があるのではないかということなんですね。これなぜかというと、ロシアの軍事ブロガーがね、デュロフの逮捕に反応してですね、ウクライナでの作戦を組織するためにロシア軍兵士たちがテレグラムを含むアドホックな通信にいかに依存してるかに注目し、ロシア軍司令部に適切な公式通信システムを確立するように求めたと。ロシアは予算の削減とかいろいろあってですね、装備ばっかりね、金使ってね、兵器とかね、通信とかおろそかになってたんで、今本当にもう簡単に盗聴できる無線とかね、場合によっては携帯電話で連絡を取り合ってるんですけど、その中でも秘匿性の高い通信をこのテレグラムで実は行ってると。デュロフが捕まってね、もうロシアでテレグラムサービスしませんみたいな話になると、ロシア軍通信できなくなると、秘密通信できなくなっちゃうと全部
筒抜けになっちゃうんで、これは困るということを言ってるんですね。軍事ブロガーたちはテレグラムがウクライナにおけるロシア軍兵士の公式通信の主な代替手段であることを広く特徴付け、ロシア軍司令部が公式通信システムを確立することが今や不可欠であると主張したと。というか、戦争してるのになかったんかいみたいな話なんですけど、ないんですよ。ないまま言っちゃうのはこれがロシア軍なんですね。しかし、ロシア軍司令部がすでにそのような中央集権的通信システムを構築しており、それがうまく実装されていないだけなのか、それともそのようなシステムが存在しないのかについて、ロシアの軍事ブロガーたちの意見は分かれているということで、実はもう通信手段はあるんですよと。うまく使えてないだけなんです。いう話か。いやいや、そもそもないでしょう、こんなもの。ないのに戦争してん。私もないと思ってますけどね。ないのに戦争してんでしょう、と意見が割れてるそうです。軍事ブロガーはですね、ロシア側の軍事ブロガー以前、公式の通信システムはロシアの間接砲作戦を阻害するほど集中化されすぎていると評しており、最近ではロシア軍がハルキウ州北部での攻撃と、クルスクでの防衛を支援するために、適切な指揮統制構造を確立することができなかったと。ロシア軍は前線の指揮統制、ロジスティックス、戦闘作戦を組織するために安全でない個人用デバイス、要は携帯電話ですよね、私物の携帯電話に頼ることによって、この適切な公式通信の欠如を主に補っており、クレムリンは最近、有意義な代替案を提示することなく、ロシア軍のこれらのデバイスの使用を一時犯罪化しようとしたと。犯罪化したらですね、誰も通信できなくなってもうバランバラになってね、格好撃破されるということで、一応これはまだ犯罪化はされてないんですけどね。ロシア国内でテレグラムが引き続き運用できるかどうかが突然不明確になり、テレグラムの運用が滞れば、ロシアの前線での作戦に影響を与える可能性が高いと。完全にブロックされれば、短期的にはこれらの作戦を低下させることになると、怪しさぶりは言ってます。さらにですね、ロシア軍のテレグラムユーザーは、ジュルフが逮捕される前に、システムが危機にさらされていることを恐れて、いずれにせよテレグラムから移行を始めるかもしれないし、ロシア軍はテレグラムの運用が表向きまたは実際にデュロフの対応によって影響を受けなくてもテレグラム通信から切り離しを始めるかもしれないと。これね、実はロシアはね、軍隊の通信網もですね、ちゃんとしたものがないと。あるのかもしれないけど、えらい中央集権的で使いにくくて、こんなん使って戦争できるかみたいなしょぼいものしかないんですよね。そういう意味ですね、ペロシはですね、どうもロシアにこのままなんか関わってるとプーチンになんかちょっとね、ひどい目にピーされてしまうんじゃないかみたいなことを恐れて、フランスにわざと捕まったんじゃないかみたいなこと言われてるんですけど、もしそれで西側にね寝返ったとするとですね、このテレグラムによる通信もね、当然危うくなるんだろうなと。こんな感じですね、引き続き生温かく見守ってますが、ロシアがね、ついにポクロフスクのね、東部戦線から兵力を引き剥がす日も近いのかなと。これはね、いろんな方が言ってますけどね、最後はもう剥がさざるを得ない状況に追い込まれるよってことは、いろんな方言ってますけど、時間の問題かなというふうに思っております。その嫌がらせに関してなんですけれども、ウクライナがね、今もう徹底的にロシアをね、このクルスク方面でね追い詰めているんですけれども、この件についてですね、まずバンデラフェラさんね、ウクライナの攻勢がありましたと。イボイ・ワニフカとゼレニ・シュリアフをですね、ウクライナ軍が解放したというニュースが入ってます。ロシアは今ね、5万人の部隊でね、今まあウクライナをね、ここから追い出そうと思ってやってね、精鋭の空挺部隊まで入れてるんですけれども、まあ、兵士の大半はですね、ほとんど訓練を受けてなくて、結構そのやられ目か、ガンダムにおけるザクみたいなね、ポジションでまあやられていると。これまたね、クリス・ウォーミキさんのレポートなんですけれども、これロシア側の情報です。ロシアの軍事ブロガーによると、新兵たちはウクライナとクルスク前線で戦うため、訓練をまだ不十分にしか受けていないと。あるブロガーの言葉を借りれば、準備も訓練もなされていないが、まるで特殊部隊のような任務を遂行するように求められていると。これをね、言ったのはですね、ルッシっていうですね、テレグラムチャンネルらしいんですけれども、将校たちは任務を遂行するだけでなく、生きて生還できる突撃兵を養成するには、最低でも15日間の訓練で、十分だというふうに本気で考えていると。15日訓練すればね、もう突撃してね、おとりで行っても生きて帰ってこれるよ、みたいなね、適当なこと言ってると。後者はおそらく彼にとってあまり重要ではないが、主なことは時間通りに報告書を提出し、紙に矢印を書くことであると。本質的に戦闘員を養成するには、個人、グループ、戦術的インプットを含め、最低300時間の射撃訓練が普通は必要だと。さらに50時間の工学、地雷とかね、そういうの除去ですよね。こういった訓練が必要と。少なくとも40時間の医学、250時間の戦術、そして少なくとも100時間の戦術及び特殊訓練。これらは、通信などの訓練も含むと。通常はこれぐらいやらなければいけないというところなんですけれども、
全然できてないし、訓練する場所さえも提供していないというふうにですね、クリス・オービキさんは指摘しています。たった1ヶ月で経験する紛争はですね、彼らの 90% が一生のうちに経験する紛争よりもね、はるかに多い今状態になっていると。これが私たちの状況だと。準備も訓練もしてないのに、まるで特殊部隊のような任務を遂行することは求められているのだと。この戦争が終わったらね、ロシア軍は再び戦闘不能になるんじゃないかというですね、まあ厳しい指摘がなされていると。そんな状況ですので、ウクライナ軍がね、まあガシガシですね、ロシアのね、まあクルスクね、今ですね、広げてね、なおかつロシア軍をガシガシね、やっつけてると。フランスのね、まだちょっと18歳のね、クレモン・モーリンさんというね、まあ学生なんですけれども、あのリヨンの学生なんですけど、なかなかね、いい分析書いてるんですよ。はい、若いんですけどね。で、彼に曰くですね、オープンデータからいろいろその分析した結論ね、クルスクでの3ヶ月の戦闘を経て、成果がないって言ってる人いるけれども、まあ、そんなことないと、成果はないとは言えないと、成果はたくさんあると、国境を越えた作戦を、ロシアは、ドンバスを封じ込めるのに、ドンバスから要は、部隊のね、転用とかね、するのにね、良いのかどうか、みたいなね、まあ、ことを検証していると、いうことです。ウクライナ軍がですね、まあ、クルスクでね、まあ、結構大暴れしてね、ロシアをまあ、引きつけてると。なおかつね、まあ、そのロシア側から勝ったっていうような情報出てるんですけど、どうもなんかちょっと微妙ですね、ということです。ウクライナもね、まあ、当然その犠牲は出してるんですけれども、非常によく戦っていると。このモーリン氏曰くですね、覚えておかなければいけないことが2つあると。ロシアで戦闘すればですね、スーミという場所ね、ここで戦闘することは避けられると。もちろん国境に軍隊を配備する必要はありますが、ロシア国内に軍隊を配備する方が良いと、いうことですよね。さらにですね、クルスクの作戦が良かったのか悪かったのかっていうのはね、なかなかね、まあ、判断下すのは厳しいかもしれないけど、というふうには、まあ、この人は言ってるんですけど、まあ、私を監修してくれてる専門家曰くですね、まあ、少なくともですね、東部戦線にね、新しく補充される部隊をクルスクに持ってくるっていう形でね、補充を止めているっていう点では十分評価できるし、それ以外の地域ね、ハルキウとか、ヘルソンとか、ああいうところからですね、部隊がだいぶ転用されて、クルスクに行ってるという点でもプラスですし、今現在のですね、ウクライナ軍結構削ってるということで、賛否両論あるけれども、まあ基本的にはこれやって正解だったんじゃないのというのがですね、まあ私を監修してくれてる専門家の、まあ見解ですね。実際に今でもかなり激戦でね、これアントン・ゲラシェンコさんが報告されてるんですけれども、ウクライナ軍はクルスクで以前失った陣地を部分的に取り戻し、ロシア軍と積極的に戦っていると、ウクライナの国家安全保障会議、偽情報対策センターのコバレンコ氏は述べたと。クルスクでは活発な戦闘が続いている。ウクライナ軍は、ロシア軍が侵入した、陣地を部分的に奪還した後、再び攻撃のための部隊を派遣し始めた。そこでの戦争は、動的であり、森林地帯では攻撃が続いているため、いかなる結論も最終的なものと、固執しないことが重要だと、いうことでね。まあ、ロシアが勝ってるとかね、ウクライナ勝ってるとかもいろいろ言うてますけど、まだちょっと状況は流動的。ただまあ、こういう状況にロシアをね、追い込んでいるっていう点で、やっぱりウクライナがね、クルスクでは主導権持ってますし、ウクライナがね、5万人ものロシアの兵力をね、あそこに釘付けにしてるっていう点でもね、これが東部に投入されてたら大変な悲劇が起こってたわけですから、そういう点ではですね、これ評価できるんじゃないかなと、私の方もこれは私を監修してくれてるね、専門家と同意見でね、これやっぱやってよかったんじゃないかなというふうに思っています。今日の内容面白い、興味深いと思った方はぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。